からはムーンが始まります。この後は檜山沙耶キャスターです。お願いします。こんばんは。この後20時からムーンを担当します檜山沙耶です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日はですね、はい、皆さんのお帰りメールでもし特殊能力があったら何が欲しい何をしたいっていうのを皆さんに伺ったのを紹介したんですけれども、はい、まあ、料理が上手になる能力が欲しいとか先ほど皆さんからいただいていて、私は猫と喋りたい、さやちゃんどうですか、何が欲しいですか。猫と喋りたいっていうジャンルでもいいんでしたら、私時間速攻したいです。時間、時間速攻、時間を巻き戻したり、あと時間ループさせてちょっと未来に行ったりとか、そういうことをしたいです。怖くない？怖いですかね。大体だってね、ループするのってね、大変なことが起こるじゃないですか。まあ、確かにアニメとかはそうなんですけども、アニメとかって結構ね、はい、辛いじゃないですか。なんか巻き戻したらどうなるのかなとか、巻き戻したい、はい。でも怖くないですか、なんかその、ね、未来に行くのも、はい、過去に行くのも、なんかどっちもなんかうまくいかなそう。確かに私もよく思ってて、あの巻き戻して悔いがないように行動するとするじゃないですか、未来が変わってそうですもんね。そう、はい、いやなんか幸せな未来にならなそう。じゃあ分かりました。じゃあ時間速時間速攻じゃなくて、なんか時を止める能力。あーでも止めるのも変わんない、未来変わんない。そう、なんかもう東京リベンジャーズなんですよ今全然。いや私あの魔法少女窓かマグか、私窓マギの決め、窓マギだって結局ね何度もループして。そうなんです。じゃあ分かりました。だ結局大体もう救えないんですよ。そうなんです。だって誰も救われないの。じゃあ分かりました。あの時間を停止させて、停止させてそこでアニメ見る時間を作る。あ、なるほどね、はい止めて何したいのってことで、そう止めるのが、そうどれくらいの長さなのかですよね。1、2時間だったらいいじゃないですか。1、2時間、はい、あ、確かに何時間単位で止められるんだったらいいんですけれども、はい、ねえ、ジョジョみたいに数秒の可能性ありますよ。数秒だったら困りものですよね。やっぱりなんかこう時間を止めるとか操作する系だと大体いろんなアニメが絡んでくるので。確かにそうですね、はい、じゃあなんかもしそういう能力が生まれたら、はい、でもなんか怖くない？じゃあやっぱり私も動物と喋る系がいいです。だって止まってると思って止まんなかったら怖くないですか？確かに。ここで動き出すのやめてみたいな。なんか能力が低くなってきたら止まらなくなっちゃうとか嫌ですよね、逆に。変なところで動き出したりとか、はい、じゃあテレポートがいいです。テレポート、あ、テレポートね、はい。どんどんなんかこうリスクを、そうですね、もうテレポートか、確かに、はい、それ便利ですよ ね、 ですよね。出社時間も相当、はい、すぐに行きますよ。いつって言ったらもうここのスタジオに。じゃあギリギリまで寝られます、ね、そうです、そうです、はい、結局そう、時間をなんかね巻き戻す系は怖いんですよ。まあ、確かに。大体アニメの世界でうまくいかないシーンが多いし、うんうんうん、春日も怖かったな。確かに。エンドレスエイト。なんかもうここだけ会話が会話が違う。あれ見ててずっと不安でしたもんね。あれ私が時止まってんのかなって思いました、うん、当時見てて。いや私なんかもう頑張りましたもん、もう。いや抜けたら負けだと思って。離脱したら負けるって思うんですよね。難しすぎますね。だいたい怖い展開になるのでね、はい、はい、じゃあちょっとさやちゃん、時間を操作するのはやめてください。わかりました。だいたいいい未来待ってないんで。そうですね、じゃあ今を行きます。そうですね、はい、さあ今日はですね、だいぶこの時間